はい、今回はスターフォックス関連なんですが、もうここ近年ですね、スターフォックス極めて残念な、シリーズになってしまいましたけども、まあ、それを打ち破ってくれないかなという淡い期待を込めて、こいつですね、スターリンクです。スターリンクはマルチプラットフォームなタイトルなんですけども、スイッチ版のみスターフォックスとコラボレーションしてるんですね。これがまた大きい、なんと、なんていうんでしょう、モデル？モデルじゃないか、プラモデルっていうのかな、フィギュアっていうのが、フィギュアがついてくるんですね。このアーウィンですか、だったり、ここにお人形、お人形って言わないな、フィギュアですか、いるんですね。もうこれだけで欲しくなってしまうんですけども、これ実はただのフィギュアではなくて、ちゃんと意味があるものらしいんですね。なんかこのコントローラーも不思議な形になってます。いやいや、これは何でしょうね。2018年の E3 で発表にはなったんですけども、やはりさっきも言いましたけども、スイッチ版のみ、このスターフォックスコラボレーションなので、ちなみに発売日はですね、アメリカではもうすでに発売してますけども、日本はようやく2019年4月の25日に決定で、早速なんで開けてみたいんですけども、さあどうでしょうね。アメリカンなパッケージになっててですね、ちょっとやはりボコボコなんですが、開かないなと思ったらテープが貼ってありましたね。テープ剥がしてですね、まずはスイッチのソフト、当たり前ですが全部英語で書いてあります。UBI ソフトですね。スターリンクバトルフォーアトラスって書いてありますね。どうやら上の方にゴショゴショって書いてあるのは、ダウンロード してねということみたいですね。パッケージだけだと足りないようですよ、なんか。そんなことよりは今は自分はこっちですね、フィギュアの方が気になります。いやいや、これなかなかいい感じの出来じゃないですかね。やっぱりなかなかこうアーウィンなんてのはね、こうプラモデル化されないので、そして大きいですね。これは大きい。この黒いのは謎の物体なんでしょうね、これは。まだ何も読んでないのと知識が全くないので、非常に楽しみにしながら開封してますけども、硬い。これはそんなに重たくないんですけども、結構ちゃんと作ってありますね。ここが隙間ができてるから、なんか入るっぽいですね。ちゃんとアーウィンしてますが、このウィングっていうんですか、翼は特に格納したりはしません。こうやってローリングで弾くんですよね。いや、結構がっちりした作りになってます。ただプラ素材ですので非常に軽いですね。まあおもちゃというか遠いですね。ピューッと飛ばすと、いや本番では飛ばさないと思うんですけども、もう一個アーウィンとくればフォックスですかね。なんかここにあるぞ。あ、端子がある。端子、こんなものがついてるということは意味があるんでしょうね、やっぱ。なんか通信するのかな。フォックス、これゴムみたいになってますね。柔らかいです。これそのものがなんか意味のあるものになってるっぽいですね。すごいな。ただのおもちゃと思ってたんですが、どうやらそうではないみたい。このおじさんは誰かな、わからんね。いかにもアメリカンなお顔ですけども、これはなんだ、これは、これは何かなと。かなりガッチリ入ってますね。あ、これにも端子がついてますね。これにも端子が、ミサイルっぽいですね、これは。あともう一個、これもミサイルかな。これがまた出づらいんだわ。一緒と。お、
これもですね、やはりここに端子がありますね。まあ電気的な端子なんで、なんか意味があるんでしょうね。そしてこいつ、これなんかディスプレイスタンドだと思ったんですがね、なんでしょうか、ちゃんとなんかでもコントローラーのように持つようになってます。あ、ここになんかさっきの端子が刺さるような穴があります。ちょっと試しに刺してみますか。なんとなくイメージ的にこれですね。あ、入った入りましたね。これフォックス入ったぞ。こうなるとこのアーギンもつけたくなりますね。この辺かな。どうもなんか、あ、こんなところにあるぞ。まだ端子を刺す場所あ、アーウィンのお尻にもありました。こんなのさっき気づかなかったな。こうやってガチャッと乗せるわけですね。お、入った、入りました。おお、これはなかなかいいディスプレイですね。あ、ここになんか溝がある。あれ、スイッチのジョイコンのレールっぽいな。ちょっと先にこれくっつけちゃうとジョイコンが入れづらいのでちょっと外しますが、これなんかジョイコンとね同じ形してる。まさかここにコントローラーを挿すと。だからコントローラーのこのグリップの状態だったんですね。どうしよう。あ、入った。当たり前っちゃ当たり前なのかもしれませんが、ぴったり。じゃあ右側のジョイコンも挿したいと思います。これ一応任天堂公認ですので、このレールにジョイコン入れるのもスムーズですね。うん、ちゃんとグリップとこうジョイコングリップのような感じになってて違和感はないですね。でこれにさっきのアーウィンをセットするわけですね。でかいな、コントローラーコントローラーでか。でもなんかすごいバランスが悪い感じはしませんね。非常にバランスは取れてます、不思議なことに。なかなかこれを持った状態でゲームをするようですね。なかなかこうすごいことですね。これはこれつけておく意味があるのかな。でもさっきのね端子が気になるので、もしかしたら意味があるのかもしれない。なのでその辺は後ほどやっていきますけども、まだ1個パーツが残ってましたね。この武器パーツ、このここになんか端子の入り口があるんで、こっち側にもね、反対側のウイングにもあります。おそらくこいつですね、武器。本物のスターフォックスにはこういうのは羽にはつけませんけども、今回まあそういうゲームデザインですので、こんなところに何でしょう、これバルカみたいなものをつけます。でもう片方のこの端子のところに、これは何でしょうね、これちょっとわからないんですけども、武器っぽいのをブシュッと刺します。これで一通りはもう穴というか端子が塞がったようなので完成ですかね。これはこれでなかなかかっこいいですね。アーウィンの戦闘スタイルですね。素晴らしいじゃないですか。この模型だけでね、ちょっとクラッときちゃいますね。なかなかこう、さっきも言ったっけプラモ化されませんので。いやー、かっこいい。このおじさん余っちゃったなどうしましょう。他の船もどうやら売ってるらしいので、他の船を買わないとこのおじさん乗れませんね。他の戦闘機やあの武器を別売りで売ってるみたいなので、それを買わないと何でしょうね、武器が増えないっぽいのが。ああ日本ではまだ発売してないし困っちゃいました。時間がそろそろ押してきたので、まあ次回はゲームプレイの方をやっていきたいんですが、お、来ましたよこれ。アーウィンですね。そしてこの声は、この声はフォックスですね。フォックス・マクラウド。いやいやいや、まあ UBI の人もねスターフォックス大好きみたいな、
いやいや、ここに入ってきてとても嬉しいですね。皆さん毛がふさふさですね。ふさふさだわ。初代から比べるともうこんな時代なんですね。いやいや、進化を感じちゃいます。これすごいのはね、実はいろいろやってたんですけど、これフォックスを刺すとちゃんとフォックスのスインに変わるんですよね。これね、どういう仕組みなんだこれ。では良い週末を。